FM Yokohama EK Radio シングの夜のチューステイ FM Yokohama EK Radio シングの夜のチューステイ、皆さんこんばんは、クロスジのシンです。今日はちょっと違う感じでオープニングをやりましょう。火曜日は韓国の最新情報や音楽、韓国語、そして僕が体験したりわがままインタビューするエンターテインメントプログラムです。まずはこれはやらなきゃいけないね。僕は月曜担当のウィン君の質問に答えます。質問は、シン君、今日はね、なんと靴下2足持ってきたんです。はい、そっか、うん、はいはい、シン君にメッセージください。メールアドレスはshin@fmyokohama.jp shin@fmyokohama.jp。 皆さんお元気ですか？お元気ですか？はい、僕はお元気です。いつも聞いてる皆さんの、感謝の気持ちを持って今日も頑張って番組したいと思います。運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してくださいね。そしてこの番組 EK Radio のブログがあるので FM 横浜のホームページからアクセスしてぜひチェックしてコメントを書いてください。見るんだけじゃなくてちょっと書いてもらわなきゃね。皆さん、前は100個までいたのに最近50個しかなってないのは、うん、ちょっと悲しい。たくさん書いてください今日は。はい、それではオープニング生いきたいと思います。 VOS 보고싶은날엔、お送りしたのは VOS 보고싶은날엔でした。クロス人のシンがお送りしている FM 横浜 EK Radio シングの夜のチューステイ、ここで皆さんからいただいたメールを読みます。ラジオネームすずさん、シンくんこんばんは。勉強しながら聞いています。シンくんは登山が好きですよね。そうです、私の住む県では中学2年生になると必ず2000メートル以上の山に登ります。当時はもう山は登りたくないと思いました。しかし数年経った今、友達とその山に登ろうと話しています。シンくんはもうしたくないと思ったことありますか？あれだね、あのディズニーランドに行くとスプラッシュマウンティンあるんじゃないですか、落ちるやつ。それ乗った後はもう二度と乗りたくないと思いながらやっぱ行くと乗っちゃうんですよね。その、まあ、僕ちょっとあの乗り物乗れない人だから高所恐怖症だし、あのちょっと怖いからもう乗りたくないなと思いながら、あの行くと必ず乗っちゃうんですよね、楽しくて。そしてまた、ああもう乗りたくないと言いながらまた乗っちゃうタイプです。はい、まあそうですよね、山登るときはもう二度と登りたくないと思う瞬間多いけど、やっぱ家に帰ってくると景色とか、あの本当にいろんなことを浮かぶんですよね。あのだからそういう瞬間行けば心が癒されるからいいですよね。ぜひ友達さんとすずさんと一緒に山、その山登ってみてください。次行きます。ラジオネームマキさん、しんくんこんばんは。歌もダンスも日本語も頑張っている姿とっても素敵です。その中で辛かったりやめたいなと思ったことありませんか？どんだけやめたいのが、僕やめたいことどんだけ知りたいんですか？今日なんか鈴さんとマキさんどっちもやめたいと思ったことありますかって質問をしてくれましたが、まあ、あでもちょっと違うな。ちょっとディズニーランドはディズニーランドで、あのマキさんのやめたいと思ったことはありませんかだけど、ダンスを始まるときすごく大変でしたね。初めてやったときはなんか動きもやっぱきついし大変だし、足は痛いし、あの筋肉痛で寝れなかったし、でもどん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 好きになって、今はあの楽しく流れたいつか、あのいつの間に自分の体動いてます。はい、こうやってちょっとずつ楽しんでいくことが大事だと思います。まあ今日はメールどっちもやめたいと思った瞬間をあの聞かせて、あの僕にあの聞きましたが、まあだからまあ何でもあるんですよね、人って。何でもやめたいと思う瞬間もあるし、それを超えていくとまた成長っていうものにつながっていくと思います。皆さんもぜひ
なんかやめたいと思った瞬間にやめずに最後までやってみて、また次本当にこれをどうしようかはまた改めて考えた方が一番いいと思います。メッセージ皆さんありがとうございました。まだまだメッセージください。 shin@fmyokohama.jp shin@fmyokohama.jp。 シン君はウェブドラマ世界のすべての恋愛に、出演する予定です。詳しい情報が出ると皆さんにオフィシャルホームページからご報告させていただきます。はい。そして9月から韓国で放送される MBC ドラマ20世紀少年少女に出演決定しました。ハンネルスルさんの弟役で頑張りますので可愛く見守ってください。そしてクロスジンはデビュー5周年記念して数量限定でヒストリーボックス My Last Boys クロスジンヒストリーボックスを11月11日に発売します。7年間のすべてのボックスに詰め込んだ永久保存版、そして特典会も12月あるので早めにゲットしてください。次の曲いきましょう。次の曲はクロスジンでオレオドナムジャヤ。お送りしたのはクロスジンでオレオドナムジャヤでした。シンクのチンパギ、新しい未来へと。ここでは僕がいろんなことを体験したりわがままインタビューしたりします。これはラジオネームこてつさんからのリクエストです。今回はぬれせんべいを食べてみます。ぬれせんべいは焼きたてを醤油タレをつけたものです。しっとり濡れた感じで柔らかく味は濃いそうです。では食べてみます。濡れたせんべい聞いたこともないし、あ、柔らか、すげえ、何、なんかやっぱせんべいはでもちょっとカサカサしたものは良くない。いや、でも味をやっぱ見ないと何とも言えないのでちょっと食べてみます。ん、濡れてる、あ、濡れてる、味濃い、うん、僕はちょっと苦手なんですけど本当に濡れてますね。そして味がめっちゃ濃いです。まあそういう人それぞれやっぱちょっと口は違うから違うと思うんですけど、なんかシリアルとかも濡れた感じが好きな方がいればカサカサしたものが好きな人がいるんじゃないですか。だからせんべいの中で濡れたせんべいが好きな方々多分いると思うんですけど絶対喜ぶと思います。そして味はちゃんとついてるから、なんか濡れててもやっぱなんか変な味はしなくて本当に美味しい味をつけてるから大丈夫だと思います。ぜひ皆さん食べてみてください。そしてこのリクエストをくれたラジオネームこてつさんありがとうございました。体験したことなかったことに対してまたこうやってリスナーさんからリクエストでやってみてなかったことに挑戦できてすごく楽しいです。次の曲いきたいと思います。今はウィナーのメンバーとしてしっかり活動しているんですけど、もうウィナーでデビューする前からこの曲ですごくヒットしました。その曲を聴いてみましょう。カンスギュン本能적으로。お送りしたのはカンスギュン本能적으로でした。チンクのチンパギ、新しい未来へと。はい、なりきり彼氏やります。今回は一緒にラーメンを作りましょう。はい、じゃあ、はい、今日は一緒にラーメン作ろう。ラーメン、家でラーメン食べていくっていう言葉知ってる？ラーメンも壊れ、韓国では映画のセリオで有名になったけどさ、まあ、ちょっとそういうの、家の前で彼女を送った後に彼女が帰る、今日楽しかったよ帰るねっていう彼氏にラーメン食べていくっていうこと、一緒に家に入ろうっていう意味でちょっとまあいろんなバラエティでも使われてるけど知ってる？君が今日俺にラーメン食べていくって言ったから一緒にコップラーメン食べに来たけど、俺本当にコップラーメンだけ食べて帰るから。はい、じゃあ食べてみよう。お湯
あの、なんかガスレンジ壊れてない？え、もうこういうの壊れたら先に言ったら俺直しに来るのに。ちょっと待って、できた。じゃあお湯を入れましょう。じゃあ3分待たなきゃいけないから、3分あのテレビでも見て、あの話しながら待ってようか。君はどんなラーメンが好き？俺豚骨系が好きなんだよね。なんか美味しい豚骨屋さん知ってたらちょっと教えてくれない？はい、じゃあ麺ができたのでスープを入れよう。じゃあ、じゃあ混ぜてラー油入れよう。ラー油を入れた方がいい。あの最近さ、俺あのラー油にハマってドンキホテで買ってきたんだ。へえ。じゃあ入れよう。ラー油入れたらもっと美味しいよ。じゃあ、じゃあ作ったから食べよう。なんでそんなに食べないの？え？なんか夜だから食べると太るだから？ダメだよ食べなきゃ。今のままでいいから食べていいよ。全然太ってもいいよ。僕が好きだからずっと変わらず食べて。たくさん食べて早く。食べないんだったら俺が食べる。ありがとう。はあ、お腹いっぱい。じゃあ俺帰るね。また一緒に作ろうね。バイバイ。はい、ということで今日はなりきり彼氏でした。次の曲いきましょう。ユンジョンシン、ジョンニ。お送りしたのはユンジョンシン、ジョンニでした。 FM 横浜 EK Radio、 クロス人のシンがお送りした FM 横浜 EK Radio、 シンくんの夜のチューステイ、いかがでしたか？僕シンくんにメッセージやなんかやってもらいたいことがあったらメールで送ってください。シン@fmyokohama.jp、 shin@fmyokohama.jp。 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。さあ、ここで明日担当のマサルくんに僕から質問します。マサルくん、ラーメンの中どういうラーメンが一番好きですか？なんかこういう夜中にこの高速を走ってるとお腹空いたりする方もたくさんいると思うんですけど、あのやっぱサービスエリアのラーメン美味しいよね。あのぜひラーメン好きな方は今日はサービスエリアのラーメンをおすすめして締めくくりたいと思います。それでは最後はしんくんからリスナーの皆さんに歌丼です。カンスゲンさんのボンドムジャゴロちょっと歌います。願ってけたくにょる波かさ、願ってけたくばむ。はい、 FM 横浜 EK Radio、 シンクの夜の注文ステイ、クロス人のシンでした。バイバイ。